このし、水の中にウスタさん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、過去の世界の高城邸に行こう。昼の間だけ。オッケーオッケー。とりあえず過去の高城邸。これは、飛んでいける感じかな。ペローン。鏡の世界に連れて行って差し上げます。さあ、どうすか。過去の、高城邸。お、いけるいける。ワープします。よし、来い。はい、来たー。桜本町。ん？早速なんだか、なんだかあるけれど。それよりね、私ちょっと、こっちを先にやっていこうかなと思いまして。ウスタからの挑戦、さらば有能羊。過去の桜本町で妖怪探偵団を待っている人がいるらしい、高城邸に行ってみよう。これね。このクエストの目的地のみ行いますか？行います。はい、ってことで、ウスタさん。前にいる二人を無視して。お、いたいた、ウスタさん。どうも。トレビアン。これはこれは。なんと、あなたの妖怪ウォッチ、見違えるように強くなっていますね。まあね、もう A ランクやけんね。どうや。今のあなたなら達成できるかもしれませんね。どうです？ここは腕試しというのは。腕試し、もちろん簡単ではないですが、もし達成すれば、さらなる高みへ行けるでしょう。どうします？このウスタからの挑戦。受けた資格はありますか？あります。ひょんなことからウスタさんからの挑戦に受けたことになった妖怪探偵団。お互いのプライドをかけて、いざ勝負。探偵団、ウスタさんに打ち勝ち、試練を乗り越えることができるのか。引き受けます。よーし。なんだかよくわからないけど、受けたつよ。トレピアーン。何それ。よろしい。では始めるとしましょう。このウスタからの最終試練を。何最終？今まで試練あった。一体何が始まるの？今からあなた方に行っていただく試練。それは、はい。この街に隠れる私を見つけられるか、かくれんぼ対決です。何それ楽しそう。ただのかくれんぼ？ただのかくれんぼではありませんよ。このウスタが本気で隠れるんですから。このウスタと言われてもね、何？かくれんぼの名人なの。ルールは簡単。私は室内以外のこの街のどこかに隠れるようです。そして、私に化けた妖怪の皆様がこの街の至るところに現れます。偽物がいるってこと？まあ、そんな身構えずに。偽物といっても、あなたたちには見破る力があるではないですか。ゲームを盛り上げるためのオーディエンスくらいに思っていてください。さあ !3回見つけられたらあなた方の勝利ですよ。それでは行きますよ。よーい、はじめ。ウスタからの挑戦、さらば有能羊発生クエストを進めてみよう。さらばって何いなくなるの？何かのドラマの最終話みたいな。本当に偽物がいる。うん、いっぱいおる。見た目に惑わされないでくださいね。どこから喋ってんの？めっちゃ吠えてるけど。え、超吠えてるけど。あ、なるほどね。モノマネキンってことなんや。モノマネキンを見つけた。じゃ、こっちも、モノマネキンと。あれ？モノマネキンじゃないの？モノマネキンだよね。まあ、ですよね。びっくりした。本物かと思ったよ。モノマネキンを見つけた。あとは？その辺にいっぱいおる青いマーク全部ウスタさんってことが怖い。めっちゃ怖い。木の影から。これもモノマネキンだな。はい、モノマネキン。これは完璧にモノマネキン出してしまった方がいいんかな。それとももうサーチできた時点で、妖怪ってことやけん。その時点で放っとけばいいんかな。モノマネキンだね。このままにしとけばいいんじゃない？え、二つ並んどる。珍しい。シベリアを三個手に入れた。シベリアやって。え、容器の杖こんなところでゲットできるやん。ふふ。ん？本物？
あ、ウッサさん見つけた。お見事です。さすがに簡単すぎましたかね。ですが、かくれんぼはあと2回。次はレベルアップしますよ。やりましたね。お見事です。2回目も頑張りましょう。へへ。なんか楽しくなってきたな。あれよね、モノマネ、モノマネキンのところはそのまんまモノマネキンなわけよね。多分、きっと。とりあえず、外に出ていきますか。町中の至るところにウスタさんがいるはずだから。怖い、怖すぎる。あ、あそこにウスタさん。どうやら本物かな。よいしょ。いろいろなものを拾いつつ。あー、モノマネキンだ。モノマネキンだわ。おい、ここら辺にはいないのかな。何、近い、近いの、もしかして。よし。え、何吠えてんの。何これ。あ、陽気汚染や。びっくりするやん。よいしょ。しっぺがす。あー、痛い。アイテム？あ、違う。ノガッパ？かわいい。なんかわざわざさ、この辺で、その、何？会話イベントがあったってことは、なんかこの辺におったりするんかなって思ったんやけど、そういうわけではないのかな。あれは偽物のウッサさんやったよね。こっちの方に、ん？人おらんくない？あーっと。人んちの庭先にまで。これモノマネキンですね。なになに？わかってるからいいよ、もう吠えなくて。全然いいよ、吠えなくて。あとは？こっちから来たんよね。ん？あ、びっくりした。あれ、あれもウスタさんか。ウスタさん。モノマネキンだわ。うお、あれもウスタさん。もしかしたら二つ違うな。アイテムかと思った。猫やった思いっきり。電柱の影にウスタさん。どうやって、モノマネキンだ。こっちにはいない。あとはあれ、ウスタさんかな。なんか黙って立っとる人影があったらウスタさんかなと。ん？あれもウスタさんか。どういう状態？え、なに？どういう状態？何をまとってるの？なんか知らんけど、とりあえずモノマネキンっぽい。で、こっち。この本物かと思った一瞬、違ったわ。え、あとは？熊とカンチ？なんでここにいるの？え？いやー、思い切ってタイムトラベルしてみるもんだね。こんな体験なかなかできないよ。カンチ？次は恐竜たちの住む時代でも行ってこようかな。恐竜の骨でアートを作りたいんだ。めっちゃ吠えられてるけど、モノマネキンなの？もしかして俺タイムスリップしちゃったのか？なあ、これからどうすりゃいいんだ？あ、ポケットにグミ入ってるの思い出した。ラッキー、俺って最高についてるぜ。モノマネキンだ。え、なんでウストさん以外にもいるんだけど。何、今モノマネキンこの街に溢れてるの。めっちゃびっくりしたんだけど。なぜこの時代に二人がいるのかと。あとはてか、この街全体って言われたらさ、もうめっちゃ広いんよね。ウスタさん、なんか揉めようかな。何やってんの？寒寒。やっぱり冬はこたつの中に入ってみかんが定番だよね。何か気になるものがあるんかと思ってる。ウスタさんらしき。あれはウスタさん。くっそー、見つかんねー。おやおや？ギブアップですか？ウスタさん、本当にこの町にいるの？
ええ、この町にいますとも難しいところにはいませんよ。モノマネ聞いた。なんかこうさ、どこかしらに行った時に何こう会話イベントが発生とかするとさ、なんかその辺におるんかなって思うよね。このし、水の中にウスタさん、いや中ではないか、ギリギリ浅瀬あたりにウスタさん、モノマネキンだ。いないなぁなかなかいないなぁ。あっちの方は池石用になっとるやろ。あれは違うね。こっちから来たんか私で、あれは見たもうあれ扱いやけど、あ、この先行けんのか。なるほどね。じゃああっちは貨車がある方側とかは難しいんですけど、本当に。お、あんなところに。あれは？は、入れ。もしかしてこっちから行かんといかんとかそういう感じかな。ここから入れない。入れない。そうやけん、私はあの貨車のところを見ようと思ったんだけど。どう？おる？なんかおりそうじゃない？いない。全然いない。うっす。レッツガシャタイムでうっす。旦那。ん？なんかあれよね。逆にこう、何かしらの力で隠れとるとかそういう。あ、これで調べたらウスタさんかどうかわかるんやね。ほら、この時点でウスタさんじゃないもん、あれ。ちなみにあの、私がずっと入れんかったあの場所におるウスタさんは、どうなの？モノマネキン？モノマネキンとわかればもう入れんくても何も思わない。は。モノマネキンじゃなくね？あれ、ウスタさんじゃね？ウスタさんですよね。どうやって入ればよろしいのかしら。こっちから入れるとかそういう。いや、入れませんね。どうやったら入れるの？ねえ、どうやったらそ、あ、いける！ふぅー。どうも。よう、君もここが好きなんだね。わかるよ。秘密基地ってロマンがあるよね。やっと見つけたウスタさん。うん、ウスタさん見つけた。おや、さすがですね。ここも見つかってしまうとは。さて、隠れも対決の命運をかけたラスト1回参りますよ。よーし、ラスト1回絶対に見つけるぞ。ウィスー。お、ガシャコインやったね。ファイトでウィスー。さあ次はどこかしら。ウスタさん、でもさっきよりもまあ、なんていうの、見つけやすくはなったかな。これでわかるっていうのはね。あれ、でも、びっくりした。悪魔とパンチ、反応せんのかと思った。思いっきり反応するよね。どこかしら、行ってない場所はないっすか。やはり一流出場はかくれんぼも一流ですね。いやいや。あなた方もセンスが輝いてますよ。いやいや。これは一本取られましたな。はあ。隠れてる相手となかなかとおしゃべりしないでくれる？これはこの女の人。どれが？とりあえずここと、ん？この中いる？あ、これウスタさんってこと？ウスタさんなのか？ウスタさん。まずい漢方を手に入れた。待って、もう一回やって、うん、そこってことやけん。ウスタさん！ウスタさん見つけた。いやはや、ブラボーでウィス。これで見事試練を達成できましたね。きっとあなた自身も成長していることでしょう。何か変化を感じませんか？特には。
強いて言えば走り疲れたって感じかな。でもなんか楽しかったよ。ありがとう、ウスタさん。うっす。それは結構なことで。さて、お屋敷で休憩しましょうか。なんとかクリアできた。かくれんぼなんて久しぶりだから、なんだか楽しかったね。意外と夢中になっちゃったよ。たまにはこういうのもいいでしょ。それにしても見事な隠れっぷりでしたね。私、改めて感服いたしました。本当、デビス、昔何かやってました？いやあなた方の見つけっぷりもとても華麗でしたよ。いやいや、あなたこそ。いやいや、あなたこそ。褒め合い。顔の似た3人の褒め合い。また始まったよ。これ長いんだよね。おやおや。しかし実際のところ、お二人のうちどちらが優秀なんでしょうね。ん？でかど？お二人と。まあ、どちらも優秀なのは間違いないですが、どちらかというと私でしょうね。あ、この二人。いやいや、どちらも優秀なのは否定しませんが、過去の自分に遅れは取りませんよ。ちょっと。いや、どう考えても私でしょうが。まったく。ああ、何言っちゃってんですか、この青唇。な、この肝ヘア。この青唇。このホラーフェイス。この青唇、それしかないんかい。青唇、青唇、青唇。何してんの。ちょっとやめなよ、二人とも。ちょっと。そうだよ、どっちも変わんないって。ミスー。こうなったらどちらが優秀な羊か、我が主に決めてもらいましょうか。さあ、始まりました。第1回、どっちの羊がスキアレン選手権。はぁ？あなたはどっちの羊を選ぶ？レッツシンキングタイム。うっす。さあ、究極の選択です。どちらかの羊を選ぶのです。なんなのこれ。今こそ羊への愛が試される時でうっす。どちらかのウィスパーを選べ。でも私的には、ちょっと未来のウィスパーは怖いんで、見た目が。普通の現代のウィスパーかな。できるかどうか置いといて、できる羊といえば私でしょ？ね。ね。私やればとってもいいことがありますよ。今なら例えば、バトルだとお手伝いしちゃいます。マジで？ね。だから私を選んでくださいよ。選びましょう。本当でウィスか？本当の本当の本当でウィスか？やったー、私が選ばれたー。信じていましたよ。やっぱり私たちの絆は永遠でウィス。見た目的にね。ウィスパーが友達妖怪になった。そういう感じ？ウィスパーの妖怪アークを大切にしまい込んだ。やった。なんなのこれ。正直どっちでもいいんですけど。いやー、まあまあ、お二人とも、そういがみ合わないでください。私は今回の一件でしかと見ておりました。お二人の間で揺れる主の心、そして真の絆を。結果がどちらにせよ、お二人が主にとって欠かせない存在というのは事実なのですよ。いい人だね、ウスタさん。ウィス。確かに。ウィス。そうですね。私たち、なんと小さいことで争っていたのでしょう。ウィス。ええ、分かってくださればいいのですよ。分かってくだされば。これからも私たちの力で、主を支えていこうではありませんか。なんか平和にまとまったっぽい。ちょっと！で、なんでいい話みたいな感じになってるの？元々といえばウスタさんの一言が原因でしょ？ちょっと！さっきまでノリノリで仕切ってたじゃない。楽しそうだな。ウスタからの挑戦、さらば有能羊、バッチリ解決。じゃあもう一人のウィスパー選んだらあっちをもらえとったってことか。そういう感じね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、ウィスパーが、やっとね、友達妖怪になったということで、そんなに役には立たんと思うけど、可愛い方、可愛い、どちらかといえば、可愛い方を選んだ。